では本日のメインイベントですね、三陸道の、八戸ジャンクション行ってまいります。
じゃあ季節の開業区間になります。既存区間ですね。暫定車線扱いなんですかね。私の勘違いかもしれませんけど、完成2車線扱いで作ってたものだと思ったんですけど、ところどころ、先4車線が残した暫定2車線扱いで作ってそうですね。なんでもどうでもいいっちゃどうでもいい、予備知識けれど、あまりご存知じゃない方もいるかもしれないですけど、完成2車線っていうのは、とりあえず2車線で作りますっていう、ことであって、何が何でも4車線はありませんっていうことではないんです。将来交通量っていうのをね、計画して、じゃあ4車線にしようかっていうことも問題なくできるんです。先に土地を買ってないっていうだけの話ですね。問題ないでしょ。